日本語コンテッペイの時間です。皆さん元気ですか元気ですか本当に元気ですか今日は疲れているときについて。はい、皆さん元気ですか日本語コンテッペイの時間です。あの、 僕は実はちょっと今疲れてますね。どう思いますか皆さん僕が疲れている。変だと思いますかえ先生もしかしたら病気ですかいや違いますね。今あの夜の9時なんですけどまあ一日が終わるところですよね。で疲れている。 どう思いますか皆さん。夜の9時に疲れているというのは変ですかそれとも普通ですかその通り。普通ですよね。普通の日の夜9時にすごく元気だったらそっちの方が変ですよね。だからまあ、 夜遅くに、まあ、9時とか10時とか11時とかまあ11時はもう寝る時間ですけど元気がいいっっっぱいあったらちょっと変ですよねもし夜11時に元気がいっぱいあったら多分その人は夜遅くにコーヒーを飲みすぎたエナジードリンクを飲みすぎたもしくは朝遅く起きた。 もしくは「昼寝をした」もしくは何か悪い薬を使っているわからない何でしょう。うん、とにかく夜遅くまあ例えば朝早く起きて、ね、僕は今日の朝6時半ぐらいに起きてまあ朝ごはんを準備して、まあ、子供と奥さんが家を出て。 その後にレッスンをいくつかして掃除片付け洗濯料理買い物散歩、えー、そしてまたレッスンとポッドキャスト、えー、晩ご飯の準備子どもが帰ってきて晩ご飯を食べさせてシャワーを浴びて奥さんと少し話して、えー、レッスンをして。 まあ今ですねもちろんちょっと疲れてますよねそれは普通です夜ね一日長い一日の後に夜疲れているのは普通ですね普通のことですだからあの「ああ僕は疲れているちょっと変だ」と思わなくていいですね疲れているのは普通のことですだから夜ゆっくり 寝ままししょょううゆっくり休みましょうそしてまた明日の朝あの頑張って <laughs> 頑張っておきましょう朝が元気でもないんですけどね朝もちょっとちょっとゾンビ仕方がないですねこの秋冬あのやっぱり長く寝たいでしょだから朝はちょっと大変ですね 朝はちょっとコーヒーが必要ですよね。ちょっと明日からちょっとコーヒーを2杯ぐらい朝飲まなければいけないような気がするけどまあ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 。はい、というわけで夜疲れてるのは普通ということでした。皆さんもゆっくり休んでください。 ちょうちょアスタレゴ、またねまたね。もうとね。